8年ぶりにお兄様の顔を見ました。それが人殺しの顔なのですね。おそらく私も同じ顔をしているのでしょうね。ではやはり今までのフレイヤはお前が。はい、止めるつもりでした、お兄様を。たとえお兄様が死ぬことになったとしても。ですからお兄様にフレイヤを、このダモクレスの鍵をお渡しすることはできません。お兄様がギアスを使われたとしても。ナナリーにギアスを使う。そうだ、俺は何度も望んだはずだろう。せめてナナリーの目だけでも見えるようにしてやりたいと。しかし王の力、絶対遵守のギアスも肝心のナナリーにだけはかけられなかった。でも今だろ。いや、ダメだ。ナナリーの意志までねじ曲げたら俺は。お兄様にこの世界を手にする資格はありません。ゼロを名乗って人の心を踏みにじってきたお兄様に。ではあのまま隠れ続ける生活を送ればよかったのか。暗殺に怯え続ける未来が望みだったのか。お前の未来のためには。いつ私がそんなことを頼みましたか。私はお兄様と二人で暮らせればそれだけでよかったのに。しかし現実は様々なものによって支配されている。抗うことは必要だ。それは卑劣なのです。人の心をねじ曲げ、尊厳を踏みにじるギアスは。ではダモクレスはどうだ。強制的に人を従わせる卑劣なシステムではないのか。ダモクレスは憎しみの象徴になります。憎しみはここに集めるんです。みんなで明日を迎えるためにも。そうか、ナナリー、お前も。ならルルーシュビ・ブリタニアが命じる。ダモクレスの鍵を渡せ。かかったな、アホが。いや、お兄様に渡してはいけない。これ以上罪を。どうぞお兄様。こしゃくな。記録終了。まだまだ。爆散。記憶せよ、ジェレミア・ゴッドバルト。お前に敗北をもたらした記念すべき男の名前だ。記念関係ない。どうせ私には記憶が。記憶？まさか。ナナリ、お前はもう立派に自分の考えで生きている。だからこそ俺も俺の道を進むことができる。ありがとう。愛してる、ナナリ。使ったのですね、ギアスを。待ちなさい。あの方のために。かぐや、お前は最近までルルーシュの素顔を知らなかった。それが何か。なのに本質の一部を理解していた。お前は優しいな。全世界に告げる。私は神聖ブリタニア帝国皇帝ルルーシュビ・ブリタニアである。バカな、ルルーシュがフレイヤを使ったということは。そんな嘘だろ。
シュナイゼルは我が軍門に下った。これによってダモクレスもフレイヤも全て私のものとなった。黒の騎士だと私に抵抗する力は残っていない。それでも抗うというのならフレイヤの力を知ることになるだけだ。我が波動を阻む者はもはや存在しない。そう、今日この日この瞬間をもって世界は我が手に落ちた。ルルーシュビブリタニアが命じる。世界は我に従え。オールハイルルーシュ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 。神聖ブリタニア帝国第99代唯一皇帝陛下にして黒の騎士団 CEO 超合衆国第2代最高評議会議長であらせられるルルーシュビ・ブリタニア様のお姿が見えました。そしてご覧ください。愚かにもルルーシュ様に反逆した者たちが処刑場へと運ばれていきます。先の大戦で帝都ペンドラゴンや多くの将兵、そしてナイト・オブ・ゼロ、クルルギス雑居という尊い犠牲を払いつつも、EU が超合衆国憲章を批准した今、我らがルルーシュ様はついに世界統一という偉業を成し遂げられたのです。ルルーシュ様に栄光あれ。オールハイルブリタニア。オールハイルルルーシュ。何が栄光だ、ただの独裁だろ。逆らう者は全て殺して。誰かに聞かれたら一族皆殺しにされるわ。こんなものを正義として報道しなきゃならんとは。ルルーシュ、これがお前がやりたかったことなのかよ。世界を、みんなを支配して。奥義、今出ていけば思うツボだ。しかし、なんだ。約束通り、お前が俺を殺せ。やるのか、どうしても。予定通り、世界の憎しみは今この俺に集まっている。あとは俺が消えることでこの憎しみの連鎖を断ち切るだけだ。黒の騎士団にはゼロという伝説が残っている。シュナイゼルもゼロに仕える。これで世界は軍事力ではなく話し合いという一つのテーブルにつくことができる。明日を迎えることができる。それが、ああ、ゼロ、レクイエム。 C の世界で僕らは知った。人々が明日を望んでいることなあ、スザク、願いとはギアスに似ていないか。自分の力だけでは叶わないことを誰かに求める。願いか。そう、俺は人々を願いという名のギアスにかかる。世界の明日のために。ルルーシュ、お前は人々にギアスをかけた代償として。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだ。スザク、お前は英雄になるんだ。
世界の敵、皇帝ルルージュ・ビ・ブリタニアから世界を救った救世主ゼロに。ルルーシュ、これはお前にとっても罰だ。お前は正義の味方として仮面をかぶり続ける。クルルギスザクとして生きることはもうない。人並みの幸せも全て世界に捧げてもらう、永遠に。そのギアス、確かに受け取った。飢餓や貧困に振り向けられている。いろんな憎しみや悪事はほとんどあなた一人に押し付けられて、みんなダモクレスというシステムより名前のある一人の方が分かりやすかったってことかしら。調子のいい話よね。でもだからこそみんなは過去にとらわれず先に進めるのかもしれない。計算通りだってあなたは笑うのかしら。もちろんいろんな問題は残ってるけど、それでも違っていたかな、ルルーシュ。
Thank you.